成29年6月24日、今年度の阿蘇郡市中体連ソフトテニス競技が阿蘇郡高森町の高森町民体育館で行われ、一宮中学校男子ソフトテニス部が優勝しました。大会には阿蘇市立一宮中学校、阿蘇中学校、阿蘇郡西原村立西原中学校、小国町立小国中学校の4チームが出場し、リーグ戦方式で優勝を争いました。第1試合で小国中学校に勝利した一宮中学校は、第3試合で阿蘇中学校と対戦。赤のユニフォーム一宮中学校が順当に得点を重ね、阿蘇中学校を破り、その後の西原中学校戦も勝ち抜き、見事優勝を手にしました。同じく24日には阿蘇市一宮町宮地の阿蘇市一宮総合グラウンドで阿蘇郡市中体連ソフトボール競技が行われ、阿蘇中学校ソフトボール部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校と一宮中学校、阿蘇郡西原村立西原中学校の3チームが出場し、リーグ戦で優勝を争いました。阿蘇中学校先制攻撃の1回表、一気に4点が入ります。そのまま阿蘇中学校が逃げ切るかと思われましたが、6回裏で西原中学校が1点差に追いつきます。その後あわや逆転かという満塁のピンチを迎えますが、そのまま抑え、7回表で8点を追加し、阿蘇中学校が13対6で優勝しました。各優勝チームの皆さん、県大会での活躍を応援しています。